き連隊長が目を覚ましたわよ。隊長も問題ないみたいだぜ。なるほど、大体の事情は分かった。クナドゲートの成長に渡月橋の正体と企みか。今の私たちがまずやるべきことは渡月の計画を阻止することに。放っておいたらまた俺たちに追っ手がかかって、関係ない一般の人たちにまで被害が出るかもしれない。だが何か策はあるの？そうね、一つ提案があるの。渡月の制御コンピューターベイブを停止させるというのはどうかしら。レッドストリングスの研究も計画の実行も。ベイブを停止させることができれば。分かった。今状況に対し渡月のことは君たちに託すことになる。それではニューヒムカ政府に掛け合ってセーラン臨時政府との間を取り持っていただけませんか？ニューヒムカ政府は混乱状態です。それを、つまり両政府に休戦協定を結ばせ。政治家が渡月に抱いている潜在的な不安感、不気味さをうまく煽れば。そうだね、やってみるよ。せいぜい連隊長の立場を活用させてもらうよ。吹雪、姉さんこそ。そっちは任せたよ。スオーとセーランのことは吹雪連隊、僕たちは渡月への潜入だな。どんな作戦で行く？そのあたりはカゲロウと強化が持つ情報を参考に。あー、悪いんだけどさ、ユイト、渡月に行く前にお前に話したいことがある。いいけど。気づいてるんじゃね。おっと、悪いが場所を変えさせてくれや。カゲロウ、ごめん、俺ちょっと。あ、ユイト待って、花火、それからつぐみたちも。なんだ、カセナまで。カゲロウの件ですね。そんな、カゲロウが信じたく。いろいろと言いたいことはありますが、ユイトたちを追いかけませんか？ええ、だからみんなに話し。カサネ、発火が効きそうな。
挟み撃ち。やったわ。体勢を崩した。一気に決めるわよ。重ねのお手柄だね。その調子で頼むよ。よかった、間に合いましたね。ごめんなさい、油断したわ。これはここからは先へ行けないな。今抜けていくよ。破壊も開閉も難しそうだ。他の道を探そう。待ってください。諦めるのはまだ早いです。僕の超能力で向こう側へ行けるかもしれません。試してみてください、カタネ。私に任せて。力が入らない。これでいけそう。巻き返すわよ。一体減らした。発火能力を使うべきね。今の液体危な。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。よし、なかなかいいものが手に入る。続けていく。敵が珍しいものを落としていったわよ。サポートお願い。倍にして返す。私が攻撃する。ガンガン行くよ。任せたよ、カサネ。
盗みに持った力を。ガラクタも使い、新兵がいると噂になった。だが配属されたのは小玉正体だ。変な苦労ばかりさせられて僕の良さは全く活かせなかった。決めるわ。終わりに。いや、あの隊でやってこられたんだ。それだけで評価に値する。能力の高さは一緒に戦っていればわかるしな。そうか、幻魔は正しいものの見方ができるんだな。変人揃いの海抜軍の良心そのものだ。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。カゲロウ、まだ話の途中だったかしら。カゲロウ、怪我見せて。手当てする。スグミちゃん悪いな。みんなも聞いたのか、親父のこと。うん、カサネが話して。まあ
今はなんとか。親父の事件のこと。そうだな。ねえ、影呂。私も知らないから推測になるけど。その通り。俺は任務のために。なるほど。セイラン政府からの依頼。スメラギ議長は過去の議長たちと違って、トゲツに不信感を持ってたらしい。トゲツのために。トゲツのベイブの計画を潰すために。俺自身だから。そもそももう少し俺がうまく立ち回ってりゃ暗殺だから。スメラギ議長には申し訳ないと思っだが、トゲツの件が片付くまでは待って。あの子って誰だ？それが理由なんだろう。まあその話をしないわけにはいかないよな。妻とは地球への移民事業の中で出会って娘が生まれた。移民、そんなことは絶対に許せねえ。娘さんの存在を。2000年も前の話だ。もうとっくに亡くなってるはずだし、何をバカなことを。けど俺の家族が、あの子が確かにいたって事実まで消させた。あなた、それほど大事な家族をなぜ月に置いてきたの？ただの移民ならな。俺は移民団に紛れた工作員だ。なぜです？月は千年もかけて地球環境を。それは月の状況が変わったか。教科もそこまでは知らないのか。ヤクもスメラギたちが移民団として地球に渡った頃だ。彗星は宇宙空間に未知の物質重粒子を残していった。地球はまだほぼ無人の星だ。人が化け物に。そうだ、怪異化だよ。重粒子に生物が触れると異形の姿、怪異に変質しちまうんだ。当時の地球再開発は重力制御の最終段階に入っていたと月陣営の計算では決。しかしすでに地球にはヤクも。ひどい話だよな。だが現実、そして月はプラン B よ。重粒子で地球を囲む。当時の月人口は多。俺は月からも切られ、地球にとどまる。開花が広がっているかもしれないのね。それでも家族は無事だと信じ、月へ戻ること。何度もコールドスリープを繰り返しては起きて、同志と交代で断絶の帯を突破する。だが何度目かに目覚めた。歴史のリセットなんて納得できるわけがない。話は分かった。親父が政府を主導してや、俺にとってはたった一人の親父なんだ。けどだからこそ家族、俺は一生かげろうを恨む。それで。ああ、それにだからほんのちょっとだけどさ、わかるような気がするんだ。お前、俺なんかよりずっと大人だな。いや、俺がいつまでもガキすぎるだけか。結局お前に決めてもらっちまったな。話はまとまったか。重ね、お前にも迷惑。急に塩らしくなるのも気。重ね、ごめん。いいえ、黙っていた責任は。ユイトを殺そうと考えていた時、私のことを恨んでくれた。そうだからあなた。うん、わかった。みんなも思うことはあるだろうし、今はやるべきことをやろう。全員で力を合わせてさ。ユイトにそう言われてしまったら、僕たちはこれ以上何も言えませんよ。さて、では本題だが、我々は一刻も早くトゲツに向かい。トゲツへの潜入についてだが。私やカゲロウの裏切りは承知。しかしあまり検討する時間も。トゲツだって
まさかこの少人数で攻めてくるとは思っていないはず。よし、やろう。まずは比叡野さんを。どうなることかと思ったぜ。あんまりヒヤヒヤさせるなよな。飛んでみましょうか。重ねにいいところを持っていかれたか。さすがにつぐみちゃんにも愛想つかされちまう。急ぐわよ。カゲロウのしたことはひどい。でも無駄よ、つみん。カゲロウと友達であることはやめないから。友達か。そんな風に呼んでくれる相手ができたのは何千年ぶりかな。いける。ありがとう、つぐみちゃん。渡月までもう少し。なんだ、地震。この揺れ方、クナド高速で起きた大地震と似ていないか。収まったよ。みんな、大丈夫か。ニューヒムカ全土、地震のような揺れが。こっちも。やっぱりクナドゲートの影響なんだな。ねえ、トゲツはクナドゲートのことも。ええ、ベイブを停止するついでに役立ちそうな。ユイト、そういやお前さ。え、いや特には。ならいいんだけどよ。お前と戦った時に、なんつうか、単に感情が高ぶってたからかもしれねえが。超能力が感情に左右されるのは事実です。しかし、能力が減衰する前兆現象という。それはつまり、脳の加齢に伴ってごく稀に。はい、ただユイトの脳はこれまで。それに俺はもともとベルペッパーだから、普通の人の。どういうこと。あ、そうか。子供の頃の実験で超能力者に。まさか。なあ、俺の超能力はどのくらい持つと思う。そんな急激なものではないはずよ。そもそもそうと決まったわけじゃ。分かったよ。なんか俺の話で余計なし。いや、そうか。ところで、そ、よし。ええ、
ユイト、さっきのカゲロウの話気になるよ。本当に体調は平気なの？ああ、なんともないよ。今すぐ超能力がなくなるわけでもないみたいだし、様子を見るしかないかなって。うん、でも無理だけはしないでね。はあ、思った通り。よし、このまま。危ない！くそ！来る。し、おもてなしの準備は万端ってか。突破するしかない。しかし行く手も退路も塞がれてるぞ。それでもどうにかするの。瞬間移動を使います。この人数を。それに位置は分かってますし、ここはかけるしかありません。ベイブの近くまで行ければ。あ、分かった。あの慎重なルカ、や、行きますよ。ここはベイブの入り口だな。よかった。さすがルカだね。いえ、ありがたい申し出で。ん？あ、カイが。おい、ハルカ。わ、カイがいる理由はわからないけど。ああ、カ。やばいな、まさかベ。カゲロウも知らなかった。カイを捕らえて連れてきたってことか。この前話した重粒子をトゲツは保持し、こんな風に使われるのを見たのは。意図的に生物と重粒子を反応させて。ベイブを停止させるには。ごめんなさい、内部構造の情報は持っていない。前にユイトが乗っ取られかけ。了解よ。
あの無数に並んだキューブ状のものが全てベイブのコンピュータ群なのか。そうだよ、スオーの荒はばきにも引けを取らない規模だぜ。ダミーを生み出せる怪異のようですね。本体を攻撃したいところですが、それには観察が必要ですね。目を借りるわ。やったわ。それじゃ任せるぞ。俺の力預ける。逃げ場はない。まだこれからよ。もう一発。よし、体勢を崩した。一気に決めるわよ。俺の力預ける。華麗に参上。怪我ないか。逃げ場はない。なんとか助かった。花火。ダメか。今の場所が狙いどころみたい。よし。
ヒート借りるわよ、花火。行くぞ。俺の力預ける。逃げ場はない。続けて。外殻が壊れた。弱点を狙いそうね。もらっていくわ。
終わりです。重ねいけ。巻き返すわよ。
み。敵を翻弄しましょう。動けなくなりそうなメンバーがいるわ。もっと力を。走れ若者。逃げ場はない。じゃあ、あとよろしく。よし、敵はこちらを見失ったよ。どうしてやるか。僕の超能力のおかげ。決めるわ、ズミン。敵を翻弄しましょう。サポートお願い。ステルス開始ってか。借りるわ、死ね。任せましたよ。これはここからは先へ行けないな。敵を破壊も開閉も難しそうだ。他の道を探す。
た。おかなり拝見だな。影の手伝って。まだだ。僕の超能力のおかげだな。私がやる。罪に。もらっていくわ。いける。終わりに。はあ？影の手伝って。借りるわしね。甘い。しっかり受け取って。行ってくるわ。体勢を崩した。一気に決めるわよ。私に任せて。あとは任せてよ。今燃えているうちに倒してしまいましょう。私に任せて。許可お願い。任せましたよ。
これはどう？重ねのためなら私に任せて。熱い。
して派手に行こうよ。まだこれから。まずいわ、倒れてるメンバーがいる。みんな大丈夫か？悔しい。今の場所が狙うところみたいで、水浸して動きづらいわ。まだ戦えるか、勝て。ありがとう、手間を取らせたわね。危なかったわ。やったわ。体勢を崩した。一気に決めるわよ。続けていく。それ。巻き返すわよ。倒れるのは早いわ。使い方次第。カサネ、あの装置に僕の超能力を使ってみよう。おそらく攻撃に使えるはずだ。私に任せて。決めるわ。僕の超能力のおかげだな。ガサネ、生き出して。もらっていくわ。サポートお願い。瞬間移動能力って、移動先に木があったらどうなるの？任せましたよ。ぶつかったら折れちゃいそう。それじゃ任せるぞ。折れるどころか核爆発を起こしかねません。だから安全が確保されている場所しか移動できないんですよ。目視できる範囲を超えるときは、つぐみのような投資能力者のフォローが大切です。いつもありがとう、ルカ。力を貸して。こんな力なのに役に立てて嬉しい。任せましたよ。
よってか、サポートしてやるか。さすがですね。敵はこっちを見失ったようです。敵をしびれたけどな。あとよろしく。甘い無駄よ。ガーッカズレちゃん、デース開始ってか。Yeah.
するか。あとは任せたよ。任せたよ。重ね。ナイスさんだ。分かってるね。倒れるのは早いわ。今の場所は狙いどころになる。敵を翻弄しましょう。じゃあ。サポートお願い。仕上げよう。1体減らした。飛んでみましょうか。ステルス開始ってか。許可お願い。我々を見失っているぞ。私に任せて。敵をしびれ立てたわ。
ルカ、力を貸して。一見進めなさそうですが、でも僕の超能力で向こう側へ移動できると思います。行ってくるわ。じゃあ、あとよろしく。はぁ、借りる足で。はぁ、体勢を崩したら一気に決めるわよ。僕の超能力のおかげだな。やるぞ。いける。終わり。気をしびれ立ててわ。嵐渡して。派手に行こうよ。派手に濡れたな。これよし。私に任せて。私がやる。ジュミン、あかね、全力で決めましょう。カゲロ、手伝って。俺の力預ける。逃げ場はないわ。やったわ。巻き返すわよ。サンキュー、カサネ。もらっていくわ。走れ、若者。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。二人で行くわよ。逃げ場はないわ。行ってくるわ。任せたよ、カサネ。
その揺れはまた。さっきよりも揺れが大きかった気がするぞ。のんびりしてはいられないわ。お待ちください。この声は。私の話を聞いてください。まさか。ママ母さん。え、何、え、あれってユイトのお母さんだよね。なんでここに。それに重ね、今なんて。これはベイブが作り出したビジョンよ。こんな卑劣な手を使うなんて。若菜は尊い存在でした。デザインチルドレンの成功体であり、レッドストリングス能力の保持者であったのです。お母さんがデザインチルドレン。そしてユイトと重ね、あなた方二人にとっても大切な人。若菜さんは幼い重ねの養育係だったそうよ。ある事件で渡月から亡命したと聞いているわ。私はママが渡月の奴らに殺されたと思ってた。じゃああれはその事件の時の記憶。それじゃあおばさまは渡月から宋へ逃げ延びておじさまと出会ったってこと。保護したのかもしれませんね。スメラギ議長がこの女性若菜さんを渡月関係者と知っていれば。だからこそお二人に呼びかけるためにはこの姿であるべきと考えました。ユイと重ね、わかるでしょう。今世界はクナノゲートによって滅亡の危機に瀕しているわ。トゲツだけじゃない。スオ、セーラ、このニューヒムカには多くの人々が生きている。あなたたちにとって大切な人たちを救うためには二人の協力がどうしても必要なの。協力？ユイト、ごめんなさい。小さかったあなたを一人にして。でも大丈夫よ。重ね、あの時のこのままではみんな死んでしまうのよ。二人とも私のお願いを聞いてくれない。私と脳をつないで一つになりましょう。レッドストリング。お前たちの勝手な計画にお母さんを利用。ママはそんなこと言わない。所詮は機械が考えた老落作戦だ。愚かな判断だ。お前たちが愛する若菜の脳は回収され。何ですって。まさかベイブの中には生体パーツ。それじゃあお母さんはか。ベイブ、お前たちが。全ては世界の救済のため。何が救済。ママのことで動揺させようとしても無駄よ。これ以上お母さんを利用することは許さない。床が。みんな無事だな。よかった。ここはなんかちょっとこれまで。嘘、また床が。まずい、みんな走るぞ。つぐみ、どこかテレポートできそうな場所は。この一本道の他に何も。待って、嘘、みんな怪異が来る。大きい。
じて逃げるしかないってことね。下、そこが見えない。もし落ちたら死ぬ。何これ、とんでもない大きさ。花火、走ることに集中して。足を止めてはダメよ。見物を決め込んでいるようだな。このまま突進してくる怪異たちさえかわし続ければ逃げ切れるか。そうあってほしいけど、ここを抜けるまでは気を抜かない方がいいと思う。ユイトの言う通りだ。まだ奴は本気ではないだろう。みんな警戒を怠るなよ。落死は回避で、これがベイブの本体だな。ここからならベイブの巣。おや、なんかベイブが緊急事態用のプロセスを。何かしら。嵐、これは驚いた。はあ？そのままの意味さ。これほど何の痕跡も。そんな殊勝な心が。しかし、ともかくベイブにはもう何の実行力も。釈然としないけれど、少なくと。なんだ、いきなり通信が。おお、渡るか。通信の遮断機構が落ち。ベイブを止められたのね。また地震ね。ちょっとずつ渡る。ああ、クナドゲートの異常が観測。トゲツの計画を阻止できたのはよかった。クナドゲートに関係。ねえカゲロウ、強化他にどこか研。残念だけど、レッドストリングス研究。そもそもレッドストリングスは謎の多い超能力。そんな。皆さん、トゲツの関係者でレッドストリングスについて詳しそうな。え、若菜さんですよ。レッドストリングスを持ち、重ねの養育係だ。それはつまりか。な、何言ってるの。そういうこと直接聞きに行け。直接って
レッドストリングスをつく。ええ、他に可能性がないなら。だけど、し…やろう。何もしなければクナドゲートは広がってせ…ダメで、もともとならば、俺たちは今日…レッドストリングスを使うにはクナドゲートへ行きましょう。一度は飛んだ場所だから感覚…ゲートが開いた時の再現をする…ゲート拡大しているわね。ここへ来ると。そうか、俺たちもサスでサポートし、それとどんな、そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜軍病院。そこへ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将士が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだ。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしま…確認だが、僕…そのことなのです。それじゃあ、重ね、酷なことを言うようですが、僕、ルカ、どちらにしろレッド、僕たちが同行することは。それなら俺も一緒に行く。いや、私もル、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、家庭の話ではあるが、こ、けど会わないようにすれば。私は一人じゃないわ。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、そんな気がするの。俺は東大ってこと。ええ。ねえユイト。もちろん。それじゃあイメージしましょう。11年。待ってるからな。ここは前と同じ。
ママがいる場所を。大丈夫、できる。強くイメージして。旧海抜群病院、11年前。これだわ。ここは病院。診察案内。レッドストリングスの感覚。ママを。あなたは重ねなのね。あ、私は。ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ。レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。レイブはその脳を使って疑似的なレッドストリングスを起こした。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあレイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な頭が割れるように痛んで気を失って。これでもさすがに全ての情報だから。あなたが元気でいることは知っていたけれど。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと。クナドゲートを消すには。ええ、そうよ。ユイトが生きている限り。だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが私を重ねの時。分かった。待って、その前に見つける。かくれんぼのとようやく完成したのよ。ユイとお清。それってもともとは海抜群病院が作った特別な患者。これをユイトが今つけているものと交換すれば。だったら。え？あ、ユイ。怪異警報。ママ、ママ。怪異がいつやってくるかわからない。早くユイトを見つけないと危険だわ。ユイト！ユイト！ママ危ない！ママ、急
よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに、ジョー・スメラギのご子…ちゃんとユイトに…ありがとう。まだ人の目があるわね。それじゃあ、ええ、大丈夫。連れて行って。レイブの見せたビジョンと同じというか。お母さん、なぜだ。ママ、話は後で。おそらくですが、そうこうしているうちに元の…それは大丈夫よ。とにかく若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に…そう。お袋はこの時代にとどまれるって…若菜さんがベイブの研究データを知識…そういえば、ベイブの中で出た話で、あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム…おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に銃…ニューヒム化がどこまで重粒子について掴んでいたか。しかし、重粒子を銃弾化できるような技術がある。トゲツもニューヒム化もできていないということは。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。鳥じゃないよね。断絶の帯の外、宇宙。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから。怪異の効果自体も月の差し金ということか。ひどいだよな。けどまあ、月の人間も月の科学。ポープ博士の記憶にも残っている。さて、若菜さんに話を聞くにも。いいよ、言い直さなくても。月の人たちのしたことは許せない。でも月でも怪異化が人々を苦しめているのだとしたら、私のママがユイと。ああ、その、そうだな。どうして。気分転怪異の。そう、わかったわ。
ずいぶん手が込んでるわ。もしかするもっと簡単なのに。別にいいんじゃ。なあ、重ね。今思うと。そういうことは。そうかな。重ねって結構優しいとこはあるよな。あ、結構ってのは失礼か。ああ、重ね。ちょうどよかったわ。200% って。そう言わずに何も得られないと思う。よかった。本当に行列ができてるわ。世の中には時間がかかりそうに。今日か遅いわ。強化。あ、見つけたわ。あ、重ね。何があったの？トゲツの人間。え？トゲツは。私も驚いたわ。入秘私に。でも一体何のために？そのベイブを復活させるために。ポープ博士の膨大な記憶情報に。念のため聞いておくけど。もちろんよ。でも彼女にこう言われたの。トゲツに。勝手な話ね。そうね。でも私がトゲツの目的を果たすために作られた存在なのは事実だわ。トゲツにいた頃は、今の私がここにいるのはその価値を否定した結果。自分の存在がひどく。そんなことはないわ。私もみんな。私たちはポープ博士の記憶なんかじゃなく。ありがとう、重ね。トゲツの残党の企みを止めるためにも何か。まだないけれど、その時は話に乗ったふりをして。どう。いい作戦だけど。分かったわ。あ、結局裏。はあ、思えば訓練生の頃か。そうなのかしら。あなたはとっても立派になった。重ねて、以前より私に心を開いてくれているわよね。感激だわ。嵐、ちょっといい？珍しく熱心ね。あ、重ね。これゲーム画面じゃない。見つかったか。とはいえ、いつものことだろ。なんでそこまでサボりたがる。単なるサボりではない。無駄な仕事で体力や精神力。防衛手段。嵐、ちょっといい？なんだ、遥かまでは。冗談言ってる場合じゃないわ。何があった？数時間前から連絡が取れないらしいの。海抜群内でも情報が咲く。だったら私。いや、そのどうして。どうせ涼しい顔でフラッと帰ってくるに決まっている。探しに。たった一人の弟を助けに行く。無駄な労力は使うべきじゃないと言っているんだよ。いいわ、だったら言い方を変え。一時無駄な労力を使うのと失って一生後悔する。失う。なるほど。はるか、最後に吹雪。ええ、ちょっと待ってて。はい、送ったわ。
嵐？はるか、あ、今やってるけど、あちこちから嵐の位置情報が。超高速のせいね。下手に動くより。あ、嵐が止まっ、嵐だ。瓦礫で道が塞、こいつをどうにかするには。勝手なんだ。指定された場所へ向かうわ。狙いどころみたい。体勢を崩したら一気に決めるわよ。
持つ力を決めるわ。ズミン、もうすぐ指定された。了解。そういえばトップ、ええ、被害は全くない。多分トップ四方八方走り回って不物放っておけなんて言ってた。どこかいた。カサネ、待ちわびるだけにして。まあ言いたいことはた、あ、さあ、おそらくな、ここでお、しつこいわ。なんだろう。嵐の超高速を使わせてもらうよ。重ね、強靭な、いける。スピードじゃあの怪異には対抗できないわ。サスを使った方が良さそうよ。それじゃ任せろ。急いで片付けよう、重ね。この辺りは特に崩れやすいようだから危険だ。了解。急に崩れることもあるかもしれないが、嵐に気をつけて。持つ力を。この音がさらに崩れているなら、吹雪に取れないと。決めるわ。終わりに。触れるか。やっぱり心配な。嵐のために。またガレ。任せて。吹雪。姉さん。姉さん、どうした。それはこちらのせ、この付近の調査中に突発的な断絶の帯の効果で通信障害が起きたんだ。しかも大量に発生した怪異に道をく、なんだ、やっぱりわざ、いや、重ね、ありがとう。おかげで助かった。ああ、本当に手間だ。心配させてごめん。うん。もしかして。ああ、子供の頃僕が海抜軍にスカウトを受けた時のことだよ。姉さんは僕を連れて行かせまいとして超能力で大暴れして妨害したんだ。妨害って、スカウトは海抜軍に入れば死は隣り合わせだ。私なら耐えられるが、吹雪のような真面目なやつには適性のないやつは無駄死にする可能性が高い。だが結局は何の変化も起こせなかった。結局弟はこの通り海抜軍入り。私の方は無様に負傷するわ。上層部に目をつけられて候補なん負傷。ああ、バカなことをしたよ。超高速でやたらと暴れ、手足って。大丈夫、綺麗に治療はしてもらったか。だがさっき重ねが言った通り、今日と同じだ。僕にとっては吹雪、姉さんは命を懸けて守ってくれた。その姿を見ていたから自分も誰かのために命を懸けられる人間になりたいと思う。それに姉さんが治療している間に手紙を書く楽しさも知ったしね。手紙？忘れたの？手のリハビリの一環で僕に手紙を書いてくれただろ。だから僕も手紙を書くようになったんだ。そう。おかげで手紙を書くのはいい。僕のために必死になってくれた姉さんも。だからね、無駄じゃないんだよ、姉さん。ねえ、今日のこと本当に無駄だ。
ああそう、やっぱり私は無駄が嫌いだ。ま、たまにはこういうのも悪くはな。いいかな、一緒にスオのカフェに行かない？別にいいけど、どうかしたの？うん、ちょっとカサネに聞いてもらいたいことがあるんだ。花火、もしかしてユイトのこと？わかったわ。じゃあ早速話を聞かせてもらえる？いつもながら担当直…海抜群のこと？カサネ…そうかし…そう…私が…私のこと信頼してくれてるんだね。嬉しいよ。ええ、花火なら安心して任せられるわ。これが信頼なのね。カサネ。ええ、忙しければ。わかったわ。カサネ。ええ、お前に、ナオミのこと、もちろん。わかったわ。いいのか？ええ、すまない。お前は戦闘…ただ…ええ、そうね。行く…カサネ、知れば知るほど大したやつだな、お前は。急にどうしたの、ゲンマ。私からすれば、あなたの方がすごいと思うけれど。